上空曇り空、甲子園球場です。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの8回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。まあ、そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。まずはタイガースの先発青柳が甲子園のマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。際どいコースに送ってストライク。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。掘ってワンアウトです。バッターは2番に入っている荒木。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー青柳、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをスワローズ打線がどう攻略していくか。ファウルです。打ちました。ファーストゴロ、取りました。ツーアウトになりました。バッターは3番の青木。ツーアウトランナーありません。この回の青柳4球でツーアウトにしています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。初球は何から入ってくるか。初球ボール、改めてお聞きします。この青木、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあそうですね、もうどこに投げても打たれる気がする嫌なバッターですね。なるほど、そうですか。いいコースだったんですけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。ストライクが入りません。このカウントはバッターが見てくるタイプかどうかの判断が大事ですね。なるほど、さあどう来るか。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の小川。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは近本。さあスワローズはエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。さあまず1球目、初球ストライク。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、打ちました。これはショートライナー。バッターは2番に入っている糸原。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。高めのボール、これはどうだ。破りました、センター前。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。3番バッター糸井、ヒットでランナーを一塁に置いています。高めの変化球から入りました。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。これはちょっと手が出ないですよね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライク、流しました。これはどうか、三遊間抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。
さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには大山が入っています。まずは変化球から入りました。バッターボックスの大山、今シーズン得点圏での打率は、打ちました。山田二塁を送ります。アウト。ここは二塁をアウトにしています。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回に入ります。スワローズの攻撃、バッターボックス村上、昨日のゲームでは無安打に終わっています。さてタイガースの先発は青柳、ここまで6試合に登板して4勝0敗という成績。前回の登板は7イニング投げて自責点1、勝ち投手になっています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。5番バッター塩見、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。センターに大きな打球、この当たりはどうか。近本抑えてワンアウト。打順は6番雄平、ワンアウトになっています。まずはインコース、ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーファウルになります。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。引っ張った、ファーストを取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあそしてバッターボックスにはエスコバーが入っています。さあ2アウトにはなりましたが、先制のランナーを得点圏に背負います。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。惜しいですね。はい、ストレートわずかに外れてボール、外低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。大山が抑えて3アウトチェンジです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、同点です。2回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスは5番ボーア。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。これが2球目、打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには6番サンズ、昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。さあこの調子を維持していけるか。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、高め空振り、打ちました。ピッチャーゴロ、取りました。アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている北条、昨日は猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。ツーアウトランナーありません。初球ボール、際どいコースに送っています。ボール先行です。
変化球タイミング合いません。打ちました。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ストライクを取りました。さあ2球目は何か。高めギリギリです。ノーボール2ストライク。高めのボール、打球はレフトへ。ここはフライになっています。青木が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。2回終わって0対0同点です。小宮山さん、まずまずの立ち上がりと見ていいですかね。まあ、そうですね、まあ、持ち味を発揮してという感じですかね。そうですね、両投手の特徴が出てますよね。最初は変化球できました。ストライクです。絶妙のコントロールですね。インローのストレート、力のあるボールです。あっという間に2ストライク。3球目打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ先制のランナーを1塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。ここは送りバントで来るかもしれませんよね。はい、さあ送ってくるか。バントしました。ピッチャーが取る。二塁へ。二塁はセーフ。一塁ピッチャーのフィルダースチョイス。タイガースピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。ご覧いただきましょう。ピッチャーにミスが出ました。フィルダースチョイスということになります。落ち着いてプレーしてもらいたいですよね。さあそして打席には山田が入ります。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。まずは見送り。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立てていく。インコース詰まりました。糸原が抑えています。ワンアウト。いい組み立てだったと思いますね。まあまだ気は抜けませんから、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面で打席には2番の荒木が入っています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。このピンチ見事三振を奪いました。ちょっと山が外れましたね。はい、ここはランナーそのまま三振に切って取りました。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振で2アウトです。ここは絶対気を抜けない場面ですからね。さあそしてバッターボックスには青木が入っています。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。バッターの青木、今シーズンの得点圏打率は1割7分1厘となっています。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。先発の青柳がバッターボックスに入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。初球ストライク。次が2球目。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って近本。
先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど、しっかり捉えてましたよね。調子は悪くなさそうなんで、今度やってくれるかもしれませんね。そうですね。小川、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ショート取った。一塁送球します。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーが一塁です。バッターは糸原。送るのであればきっちり決められる選手ではありますね。なるほど、そうですか。初球大きく外れています。ここはランナーは気をつけないといけませんよね。ピッチャー牽制がうまいですからね。ああそうですね。2球目は何で来るか。アウトコース見送っています。ボール先行です。一塁牽制、一塁はセーフ。次が3球目。引っ張った。高いバウンド、ファーストゴロ。荒木一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあタイガース一打先制のチャンスです。やはり早めに先制することが大事なので、ここで点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。まあ彼は初球打ちが得意なバッターですから、ここも狙ってるでしょうね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。これはインコースいっぱいに決まった。3球目は何で来るか。いやこれを打ちに行くのは難しいでしょうね。はい。低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。引っ張った。これもファーストゴロ。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終了0対0同点です。バッターボックスは4番村上。まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。いいまっすぐですよね。インローのストレート、力のあるボールです。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。コース自体は良かったんですけどね。この塩見、ここ5試合で打率は2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。はい、今ちょっとねフォームに関してコーチと一緒にいろいろ試していると言ってましたね。なるほど。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターボックスには6番雄平。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。さーっと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けです。さあそして打席にはエスコバーが入ります。さあ先制を防げるかという場面、バッテリーもしっかり警戒していると思いますので、無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。いいボールが来てますよ。アウトローの変化球、キレがあります。すぐに追い込みました。ファウルになります。スライダーにはタイミングが合ってないようですね。左中間へ持っていった。これは面白いところに飛んでいる。ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。スワローズ先に点を取りました。1対0タイガース。なおも三塁二塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、丁寧にいった方がいいでしょうね。その警戒すべき島がバッターボックスです。
できれば三振を取りたいですね。ここはそうですね。さあ勝負してくるのか。見逃しで三振を奪います。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト、ランナー三塁二塁は変わりません。まずは変化球、いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回スワローズついに均衡を破りました。1対0スワローズ先制です。赤星さん、相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、まあここからじゃないですかね。とにかくチャンスを作ってまずは得点したいですね。そうですね、エースを打ち崩すことができるんでしょうか。2球目打ちました。山田抑えてワンアウト。打席には5番バッターボーア。先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打った、これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー2塁となりました。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあそしてバッターボックスにはサンズが入っています。いい打順なんでここで一気に行きたいですよね。さあ一打同点のチャンス、ここで追いついて流れを引き寄せたいですよね。なるほど、そうですね。しっかり捉えた、これは大きいぞ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン、タイガース同点1対1。さらにチャンスは続きます。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。こういう場面で本当にいい働きをしますよね。試合は振り出しに戻りました。バッターボックスには7番北条。タイガースこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。いい流れになってますから、勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。なるほど、そうですね。ストレート打った、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、非常に期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかる梅野が打席に入っています。バッターボックスの梅野、今シーズン得点圏での打率は4割3分1厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、タイガース勝ち越し、2対1になりました。リードを奪いました。さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いや見事なバッティングでしたね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。さあ2アウトですが、追加点のランナーを置いています。そしてバッターはピッチャーの青柳。失敗したら次回ピッチャーからの打順になりますから、ここは盗塁はないですね。はい、初球大きく外れています。ここはクイックがうまいピッチャーなんで、それを計算に入れて盗塁しないといけないですよね。なるほど、そうですね。
4球目は何で来るか。打ちました。破っていった。左中間へのヒット。タイガースチャンスになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。今のバッティングですがなかなか良かったんじゃないですか。いやピッチャーとは思えないバッティングでしたね。さあそして打席には近本が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほどそうですよね。釣り球しかし誘いには乗りません。外の低め見極めます。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほどそうですか。これが5球目。左中間へ。これは上がりすぎ。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。4回終了2対1、タイガースが逆転しました。小宮山さん、追われる展開となっているわけですがこのぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いやもうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低めはこれは入っていました。ノーボールツーストライクです。インコースボール。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。さあ5球目は何か。外外れてボール。3ボール2ストライク。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。打順は2番荒木。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。青柳まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはタイガースが青柳、そしてスワローズが小川、この2人の投げ合いとなっています。ストライクになります。ノーボールツーストライク。大山ツーアウトになりました。バッターボックス青木。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インコース決まりました。あっという間にツーストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。反撃したいスワローズでしたがここは三者凡退に終わっています。2対1、タイガースが1点をリードしています。5回の裏タイガースの攻撃。バッターボックスには2番糸原。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。タイガース1点リードで迎える5回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね。まだ1点差ですからこの辺りで追加点が欲しいですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけてファウルになります。打ちました。エスコバー、アウト。ワンアウトです。バッターは3番糸井。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがファーストゴロに倒れています。小川まずは先頭バッターを打ち取っています。さてこのところのタイガースですが依然連勝が続いています。アウト2アウト。バッターボックスには4番大山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナーありません。初球ボール。インサイド落ちました。さあどうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますしいいバッティングでしたね。
さあタイガース追加点のチャンスを迎えています、まあ、点差は何点あってもいいわけですから取れる時にどんどん取っておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはボーアが入っています。これが1球目。打ちのボール打っていった、バックホームする、センター前ヒット、これでマルチヒット、これでサードまでランナーが進みました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。6番バッターサンズ、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあタイガースリードを広げるチャンスです。打ちのボール打っていった、掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5回終わって2対1、1点リードはタイガースです。ここまでのハイライトです。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。4番バッター村上、ここはインコースの使い方を考えたいですね。まあ、さっきインコースを打たれましたからね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球わずかに外れてボール、これが2球目、大きく外れてボールです。ボール先行です。これが3球目、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。打順は5番塩見、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから。打った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、塩見、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく引っ張られました。いいバッティングされましたね。さあタイガース同点のランナーを背負った場面です。ここをしっかり抑えてしまった試合にしたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の青柳、この状況にどう対応してくるか。まずは変化球から入りました。切りました、ファウルボール。まあここはバッターの狙いが読めていい。ストレート打った、ボールを拾って内野安打、これで3試合連続安打。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ここは確実にアウトが欲しいですね。さあこの場面でバッターボックスには7番のエスコバーが入っています。ここはできれば三振。ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、アウト、盗塁失敗。小宮山さん、ランナーが一人いなくなりました。逆転のランナーでしたからね、これは少しホッとしてるでしょうね。ですよね。しかしまだピンチは続いてますから気を引き締めていきたいですね。うん、そうです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。この場面での三振は理想的じゃないですかね。同点のチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1、タイガースが1点差を守っています。6回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、北条がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース1点リードで迎える6回の攻撃です。さあ2球目は何か。ボールになります。改めてお聞きしますが、バッターボックスの北条、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続のマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。
さあ、そしてバッターボックスには梅野が入っています。さあ、追加点のチャンスです。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられます。バントしました。左方向へ転がした。キャッチャーが抑えた。一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。はい、バッターボックスには代打の福留。赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあ、この先の展開を楽にするためにもこの場面で点を取りに行くということでしょうね。なるほど、そうですね。さあ、得点につなげていきたいところです。さて、バッターボックスの福留、どういうバッターなんでしょうか。まあ、そうですね、打球が強烈なんで打たれた時のショックは大きいですね。怖いバッターですよ。そうですか。チェンジアップ決まりました。よく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これもアウトコース。審判の手は上がらない。ボールわずかに外れています。うちのボール打った。この打球は落ちそうだ。落ちた。ヒットになる。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点、3対1。さらにリードを広げます。ご覧いただきましょう。代打にタイムリーが出て点差を広げます。そうですね、こういう場面で点を確実に取っておきたいですよね。試合中盤、徐々にリードを開いてきました。打順は1番に帰ります。バッター近本。タイガースこの回追加点。点差は広がり、攻撃はなおも続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、まあ、ここから見ていても勢いが感じられますよね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。引っ張った。高いバウンド。ファーストを取った。送球する。2アウトになりました。これは進塁打になりました。バッターは2番糸原。タイガースこの回1点を入れています。さあ、2点をリードし、なおも初球打ち。ファーストが抑えた。1塁アウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。6回終わって3対1。タイガースのリード広がっています。これから7回スワローズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号22、藤川が予定通りマウンドに上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから7回スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の西浦。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ、改めて集中していきたい場面です。これが初球。インサイド空振り。打ちました。高いバウンド。セカンド取った。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには代打の太田。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。あ、そうですね、リードはしてますけど、ここで点を取られると流れが変わってくるかもしれませんからね。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せてほしい。初球大きく外れています。次が2球目。低めのボール入りました。送ります。取りました。一塁を送ります。アウト。ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。初球から行きましたが空振り。いいまっすぐですよね。はい、低めのストレート、ストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。これが4球目。ファウルです。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。
並行カウント。このピンチ見逃しで三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ランナー二塁はそのままです。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。そうですね、際どいところに投げてますよね。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあまだピンチが続いているわけですけど。変化球打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3対1、タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入り、7回の裏タイガースの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号17、清水が2番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのは清水、今シーズン21試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ赤星さん、ここでリリーフを送ってきました。そうですね、まあここはじっくり攻めていけばいいと思いますけどね。なるほど。さあここから点差を広げていけるか。大きく外れました。インコース詰まりました。ここはフライになっています。西浦が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは4番大山、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。2球目は何で来るか。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目打ちました。センターライナー掴んで、これでツーアウトです。バッターボックスは6番サンズ、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。これが2球目。打ちました。取った。一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。7回終わって3対1、タイガースがリードしています。これから8回タイガースに選手の交代がありました。ライト伊藤に代わりまして、はい、ファースト大和に代わりまして、5番に、はい、これから8回スワローズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。岩崎が3番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さあマウンドを任されたのは岩崎、今シーズン11試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。ファウルになります。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス村上、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいコースでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。一塁牽制、セーフ。打ちました。あっと取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁へ送球。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー三塁一塁。
さあそして打席には塩見が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですよね。初球からストライクを取ってきましたね。そうですね。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。なるほど。見送ります。バッターの塩見、今シーズンの得点圏打率は2割2分8厘となっています。これが6球目。このピンチ空振り三振に切って取りました。タイミングをうまく外されてしまいました。さあそしてバッターボックスには雄平が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですね。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうですか。この球は見送ります。これでフルカウント。ここでフォアボールを与えました。フォアボールでフルベース、ピンチを迎えます。結果はフォアボール、ピンチを広げました。いやー今のはもったいないですよ。はい、できれば三振を取りたいですね。ここはなるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ2球目は何か。角度がありますよね。クロスファイアですよね。はい、ストレートが決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ4球目は何か。このピンチ見事三振を奪いました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあただ次のバッターが彼なんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ気をつけていきたい。西浦が打席に入っています。さあ3球目は何か。切れました。ファウルボール。空振り三振。ここは投げ勝ちました。アウト、3アウトです。ピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。あわや同点かという場面でしたが連続三振で切り抜けました。いやーここは意地を見せましたよね。同点のチャンスがあったスワローズですがそのチャンスを生かせませんでした。3対1タイガースがリードしています。8回の裏タイガースの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。五十嵐が3番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは五十嵐。今シーズン11試合目の登板です。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。打順は8番梅野。ワンアウトランナーありません。初球ストライク。インコースを落としました。3球目打ちました。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となります。バッターボックスには代打の高山。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、点差としてはまだ十分とは言えませんからここで得点しておきたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。ファウルボールです。落ちるボールです。空振りになります。ワンボールツーストライクです。次が4球目。ファウルです。インサイド打った。高いバウンドになった。ファースト取った。一塁アウト。
しかしこれは進塁打になりました。さあそして打席には近本が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。次が2球目、ストレート打った、ショートが抑えた、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。タイガースサードランナー残塁に終わりました。8回終わって3-1、タイガースがリードしています。さあ最終回、甲子園が歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。タイガースの守護神スアレス、声援を背負っての登板となります。小宮山さん、こういった競った場面だとキャッチャーも相当プレッシャーあるんじゃないですか。そうですね、もう本当に一球一球かなり集中しながらリードですから、キャッチャーにも注目したいと思います。内へ低めに変化しました。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って山田、今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。さあ守護神スアレスがスワローズ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど、さあしっかり締めてもらいましょう。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには代打の中山。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。インサイド空振りです。ナイスボール。アウトコースのストレート、力があります。ノーボールツーストライク、空振り三振、試合終了。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。赤星さん、エースを攻略しての勝利というのはやはり普通の勝利とは違いますね。そうですね、相手のエースに嫌なイメージを与えたというのが今後の対戦にも影響してきますから、そういう意味でも大きな勝利だったと思いますね。なるほど、非常に価値ある今日の白星でした。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。